どうも、じゃがいもです。こんにちは。今日はですね、初めてポッドキャスト形式の動画をお届けしたいと思います。まあ、とりあえずは自己紹介からいきましょうかね。えっと、名前はじゃがいもです、まあ。本名ではないですけどね。趣味は旅行や写真、あと料理ですね。スポーツを見たり、ゲームをすることも好きです。スポーツは、まあ、サッカーと野球が好きですかね。 で今日は何話そうかなーって思ってたんですけどさっき日本に住むウクライナ難民の方々のニュースを見て思い出したことがあって、まあ、今日はそれについて話をしたいと思います僕は2022年にトルコにあるシリア難民を支援する国際 NGO でボランティアをしたんですよで今日はなぜ僕がボランティアをしたのかそのきっかけになった出来事を ポッドキャストで話したいなと思います。トルコでのボランティアの経験に関しては、また別のポッドキャストでお話しします。まあ、今日はポッドキャストって形なんで。何かしながらでもいいので、何度も聞いていただくと、リスニングの練習になると思います。で、ポッドキャストには字幕がついてるんですけど。重要な言葉は別の色で表記してます。別の色で表記した重要な言葉に関しては。 後日コミュニティの方で説明をしますのでそちらもチェックしてくださいそれではいきましょう話の始まりはですね結構前のことで皆さんアラブの春って覚えてますか2010年頃から中東や北アフリカのアラブ諸国で始まった民主化運動のことですねエジプトやリビアで 始まっったた民主化運動の流れがどんどんん中東に波及していいじゃないですか、まあ、当時僕はやっぱそれを見て歴史的な瞬間をこう目撃しているっていうような高揚感を感じたのを今でも覚えてますまあでもそれと同時に政情が不安定になって内戦が起きるんじゃないかとか不安にもなってましたね、まあ、毎日インターネットでニュースを見てました ところが2011年の3月に日本で大変なことが起きます。そう東日本大震災ですね日本の東北沖でマグニチュード9の巨大地震が起きて東北地方の太平洋沿岸は壊滅的な被害を受けました地震と津波によって冷却機能を失った福島県の福島第一原発では3基の原子炉が 同時にメルトダウンを起こしたんですよね地震津波原発事故この3つの未曾有の災害が同時に起きて日本国内は大混乱に陥ります、まあ、僕の住んでる地域は幸い直接的な被害はなかったんですけどそれでも毎日何度も起こる余震や放射能の恐怖に怯えてまあ正直その時期は他国のニュースを読む。 精神的ななな余裕なんかほんとなくてシリアで内戦が始まっていたことも僕は正直知らなかったですね。でそれから何ヶ月かしてニュースを見た時にシリアで内戦が起きていて大変なことになってるっていうのも知ったんですけどシリアってずっと昔から僕の中では行きたい国の一つだったんですよね。僕の知り合いがが内戦が起きるずっと前に シリアのアレッポに滞在していたことがあって彼からはアレッポは活気があってとても綺麗な街だと聞いてましたしシリアは石油があんまり出ないので中東の中では比較的貧しい国だけど人々はとてもフレンドリーだし治安もとてもいいし伝統的な建物とか遺跡がたくさんあってとてもいい国だっていうふうに彼は言っていて。 まあいつかは行ってみたいなって思ってたんですよね。まあ今も行きたいなとは思ってますけど、まあだから余計に内戦で破壊されたアレッポの映像を見たときは、すごく衝撃的でしたね。で、時間が経つにつれて今度はアイシスが内戦に参加してきて、政府軍対アイシス対自由シリア軍みたいな、三つどもえの内戦になってしまって、国内の混乱から逃れようとした多くの人が、 隣国のトルコなどに避難するわけなんですけどそしてまあトルコから多くの難民が今度はヨーロッパに押し寄せて、まあ、いわゆるヨーロッパの難民危機が起こるんですよね多くのシリア難民を乗せた船が地中海で沈んだっていうニュースを本当に毎日のように見てまあなんというかこう心が痛かったのを今でもよく覚えてますでそのヨーロッパの難民危機の真っ最中に 確か2015年の3月だったと思うんですけど、僕は東ヨーロッパに旅行をしたんですよ。まあ、結構いろんな国を回ったんですけど、ブルガリアの首都ソフィアに滞在していた時に、夜に水を買いに行ったんですよ。ホテルから出て暗い夜道を一人で歩いてたんですけど、そしたら後ろから、ヘ、hey、イって声かけられて、 振り向くと190センチぐらいありそうなおっきい男の人が立ってたんですよね。でもう、まあ、僕反射的にうわやばいと思って逃げようと思ったんですけどそしたら彼に腕をつかまれてもう完全に強盗か何かかと思ったんですけどそしたら彼は僕の方を見て僕はシリアから来た難民です。今お腹が空いているけどお金がありません。どうか僕と一緒に マクドナルドに行ってくださいっていう風に言うんですね。あのちなみに僕、アラビア語は分かりません。の彼は英語で話してたんですけど、で僕は結構とにかく怖くて、ですぐそばにあのパン屋さんがあったんで、そこのパン屋さんじゃダメって聞いたら、彼はそこのサンドイッチには豚肉が入ってるから、僕は食べられないっていう風に言うんですね。まあだから彼と一緒に。 マクドナルドに行くことにしたんですけど多分僕のいたところってソフィアの中でもあんまり治安のいいところじゃないんですよね。で夜は本当真っ暗だし人もあんまり歩いてないところだったんでやっぱり怖くてまあすごい失礼だと思ったんですけど僕は彼に向かって結構強い口調で「お前が先に歩いてマクドナルドに行け俺はお前についていく!」 そして絶対に後ろを向くなってまあ言ったんですよ。彼も僕が怖がっているのは分かったみたいで僕は強盗じゃないよみたいなことは言ってましたね。でまあマクドナルドに行ってビッグマックのセットを一人分注文したんですね。そしたらなんか店員からはお前は難民のブローカーか何かかみたいなこと言われてまあさすがにちょっとムカついたんで自分のパスポートを見せながら。 俺は日本から来た観光客だ彼が夜道で声をかけてきたから一緒にマクドナルドに来て食べ物を買ってあげてるんだっていうふうにまあ言ったんですよねまあその店員もムカついたしやっぱり少し怖かったんでとにかくその場は僕はすぐに離れたかったんですよだからビッグマックセットが乗ったトレイを彼のテーブルに届けてまあ最後は笑顔で手を振ったんですねそしたら彼も どうもありがとうって言って、まあ、笑顔で手を振ってくれたんですけどもうホテルに帰ってからなんで自分はあんなひどい態度を取ったんだっていうふうにすごい自問自答してでポケットに手を突っ込んだらだいたい20ユーロぐらいお金が入っててああこれを彼に渡すべきだったなって思ったりとかとにかく自分が取った態度にすごい後悔しましたねまあこれが僕の人生における シリア難民との初めての出会いですね。で、その後、ブルガリアからセルビアに行ったんですけど、セルビアには本当に多くのシリアからの難民がいたんですね。彼らはドイツなどの EU 諸国に陸路で向かうためにセルビアを通るんですよね。3月のセルビアってすっごい寒いんですよ。で、公園や バスターミナルなどで薄着のまま家族で物乞いをしている人たちがたくさんいてまあ自分には小銭を渡したりとか持ってる食べ物を渡すぐらいしかできなかったんですけどもうほんとそれがすごい歯がゆくてこのセルビアにいる難民の人たちも僕がソフィアであった彼もきっと本当に大変な思いをしてヨーロッパまで来たんだと思うんですよね。それなのに僕は 本当ソフィアであったあの男性にひどい態度をとってしまってまあなおさらそれを後悔しましたねで日本に帰ってからもシリア難民のニュースを見るたびにやっぱりソフィアであった彼のことを思い出してしまってもう本当ニュースを見るたびに自問自答してましたねで僕は本当彼らのことをもっと知りたいなっていうふうにずっと思っていて2018年に トルコに行ったんですよね。トルコって言ってもあのイスタンブールとかじゃなくてシリアとの国境に近いトルコの南部にガジアンテップっていう町があって僕はそこに行ったんですそこはシリアとの国境から60キロぐらいでアレッポも結構近いんです当時はシリアの内戦がすごい激しい時期でちょうどトランプ政権下でシリアへの空爆が行われた時期だったんですよね 日本の外務省はトルコ南部一帯に退避勧告を出していてそこへは行くなっていうふうに言ってましたね他の西側諸国も同じような対応をしていたみたいで日本語でも英語でもその地域に関する情報がほとんどなくて、まあ、あの危険だから行くなっていう情報はたくさんあったんですけど旅行者向けの情報はほとんどなかったですね、まあ、だからあんまりリサーチせずに行ったんですけど まあそのガジアンテップっていうところはトルコの食の都って言われていてトルコ人の間では結構有名な観光地なんですだからトルコ人の観光客はたくさんいるんですけど、まあ、外国人は全然いなくて、まあ、外国人が珍しいみたいで結構いろんな人が声をかけてきたんですよねどこから来たのとか聞いてくるんですあとなんか「あなたはジャーナリストですか?」とも結構何度も聞かれましたね ガジアンテップはシリアに行くジャーナリストが拠点にする街みたいで、まあ、当時はその街に来る外国人は大体ジャーナリストだったみたいです。で、ガジアンテップの市場を歩いていた時に、若い男性に声をかけられたんですよ。彼は僕に日本人ですかって、まあ、英語で聞いてきて、僕はそうだよって言うと、すごい彼は喜んで、 僕は日本のアニメと文化が大好きなんですってまあ彼は言うんですよ。まあ、僕が初めて会った日本人だったみたいですね。彼によると彼はシリア出身でトルコでプログラミングを勉強しながら地元の難民向けの NGO で働いてるらしいんですね。でまあせっかくなんで「ドラゴンボール」の話とかをしながら2人で市場を歩いて回ったんですけどまあなんだか意気投合して。 そしたら彼が車でガジアンテップ市内を案内してあげるよって言い出してまあ僕は正直知らない人の車に乗るのはちょっと怖かったんですけどまあ一緒に行くことにしました。で2人で市内の観光地を車で回ったんですけど車の中で僕はなんでガジアンテップに来たかとかあとまあブルガリアで会ったシリア難民の男性のこととかを彼に伝えたんですね。 そしたら彼は彼自身のことを結構話してくれて、彼はアレッポ出身で戦争が始まってからトルコにお姉さんと避難したんですね。お姉さんは運よくスウェーデンに移住することができたけど、彼はヨーロッパに移住できるのをずっと待っていると。で、彼のお母さんはまだアレッポにいて、戦争で家族がバラバラになってしまったらしいんです。まあでも彼の場合は彼は トルコで仕事を見つけることができたからそれには本当感謝していると話してましたね。でまあドライブの後に彼は今度彼の友達のところに僕を連れて行ってくれてシリア人が多く住む地域に彼の友達は住んでいてで僕らはその辺を歩きながらいろいろまた話をしたんですけど彼の友達もみんな同じようにアレッポから逃げてきた人たちで。 戦争で家族や友人を失ったりとか、離れ離れになったりとか、そういう経験をしていて、子供と一緒にトルコに避難した人は、子供が学校でいじめられたりとか、子供を公園で遊ばせることができなかったりとか、そういうこともあるみたいなんですよ。で、トルコって、まあ、当時も今もですけど、経済状況はかなり厳しくて、それなのに、 多くのシリア難民を受け入れていることをよく思ってない人もかなり多いみたいでまあ一部の人からはシリア難民はかかななりこう冷ややかな目で見られてているとも言ってましたねで。僕らが街を歩いている時にも僕の姪っ子や甥いっ子と同じぐらいの子どもたちが物乞いをしているのを見て本当にこう見ていて辛くなる実態がそこにはあって。 まあ彼らは本当に辛い生活を強いられてるんだなと思った一方で僕があったシリアの方々は本当に僕に対してすごい優しくしてくれていろいろ話を聞かせてくれたりとか観光案内をしてくれたりまあお茶やお菓子をご馳走してくれたりとかまあそこでやっぱりですねあの出来事ブルガリアで会ったあの男性のことを思い出してしまって。 もっと優しくすればよかったなとかまた後悔したと同時に僕は彼らのために何かしなくちゃいけないっていう風に、まに、あ、その時やっぱ思ったんですよねでまあその時からずっといつかはボランティアをしてシリア難民の人たちを助けたいなっていう風に思っていたんですけどまあ仕事がすごい忙しかったりとかあとはコロナウイルスのパンデミックが始まって日本を出ることすらできなくなってしまって。 で、2022年になってようやくコロナ関連の規制がちょっと緩和されて、まあ、日本から出国できるようになったのでそこから僕はまずはボランティアををすする団体を探し始めたんです、ね、で、ねいくつか難民を支援している NGO を見つけたんですけどもその中でもトルコのイズミルっていう町にある団体に僕はすごい興味を持ってで連絡をしたんですね。 それでその団体の人とオンラインで面接をしたんですけど面接の際は僕がブルガリアのソフィアであった男性のことやあとはガジアンテップであった人たちのお話をしましたそしたらまあ向こうはぜひ来てくれっていう風に言ってくれてでまあ僕はトルコに行くことになります2022年の5月に僕は トルコに向けて出発しましたで、僕がボランティアしてる最中も結構いろんなことがあったんですけどまあそれらのことについてはまた別のポッドキャストでお話したいと思いますでは今回のこのポッドキャストこの辺で終わりにしたいと思います日本語でニュースを読んだりニュースを見たりしたいと思っている人にとっては結構使える言葉がたくさん含まれていると思うので ぜひ何度も聞いて復習をしてみてくださいこの動画が面白いと思ったり参考になったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします来週は桜に関する動画をお届けしようと思っているのでそちらの方もぜひお楽しみにではまた次の動画でお会いしましょうじゃがいもでしたさようなら